ずはタップの常識を超えた究極のタップをご覧ください。リズムタップ、それはフィーリングや個性を重視した今最も注目を集めているパフォーマンス。このリズムタップに挑戦するのは中山秀幸、そして阿部夏実、若槻千夏、リードの7人。また指導者には日本が誇る世界的タップダンサーザ・ストライプスの秀帽子を迎え、衣装はア・ベーシングエイプのプロデューサーとして世界進出を果たし、さらに DJ としての音楽活動でも注目を集める2号氏を起用した超豪華ラインナップ。しかしメンバー全員がタップ未経験という問題が。さらに短期間でのハードな稽古で体も限界に。久々だね、こういう練習も。そして何やら緊張感漂うスタジオ、一体何が行われるのか。そう、なんと今回は中山が高さ5メートルからの空中タップに挑戦。秀帽子も体験したことがないという荒技に中山が果敢にも挑む。揺れる、揺れる、ちょっと止めよう、ごめん、ここ揺れてできないで、ごめん。タップを超えたタップ、究極のパフォーマンスが今始まる。
だけじゃなくて、うん、完成度がすごいっていうこと。素晴らしい、ね、自分らでもね、もうどこが正解なのかもとにかく無我夢中っていう感じ で全部正解だよ、全部正解だよ。松本さんどうですか。すごい、なんかね、ブロードウェイ見てるみたいです、ね、わうん、全然覚えられなくて、なので良かったです。成果が出ましたね。さあ、それでは参りましょう。東軍スーパーリズムタップの最